妹と私は1951年にニューヨークで発表されたフリードリヒ・ニーチェが書いた最後の本と称される作品。ニーチェとその妹、エリーザベト・フェルスター・ニーチェが肉体的な愛情の関係にあったとする内容などが記述されている。ニーチェ本人の著作ではなく何者かが書いた偽書であることはほぼ間違いないと考えられている。 父親のいない女ばかりの家で成長したニーチェの告白を書いた書き物であるとされ、1953年の広告文では、ある有名な兄と恐ろしく、野心的な妹の物語であると宣伝されている。ニーチェとエリーザベトが性的に愛し合っていた描写が多数存在し、文体はニーチェのアフォリズムを真似ているが、時代的な整合性や英語特有の表現が見られること、 ニーチェが知るはずのない出来事についての言及も見られることから現在ではほぼ贋作で間違いがないと見られている。この本が見つかった経緯は発行者が主張するところによると1920年頃アメリカの若いジャーナリストが大西洋を横断する船の中でイギリス人の元牧師にこの本をもらったことが発端だという。ベンマッキンタイアーチョ、藤川義郎役エリーザベト・ニーチェ。 ニーチェをナチに売り渡した女白水者。1994年 P136。ありがとうございます。